シャラナヤはアイルランドで生産された競走馬である。G1 競走の勝ち鞍は2009年のオペラショー。5月18日に行われた競走馬デビュー戦はクリストフ・スミヨンが騎乗して3着。続く1ヶ月後の6月18日に行われたデビュー2戦目をマキシム・ギュイヨンが騎乗して正式初勝利を挙げた。その後2戦はスミヨンが騎乗して8月には重賞競走初挑戦となるプッシェ賞に出走したが5着、続く9月のリアンクール賞を制して2勝目を挙げた。そして10月には G1 競走初挑戦となるオペラ賞に初勝利時に騎乗していたギュイヨンを再び鞍上に迎えて出走することになった。当時目立った勝ち鞍のなかった当馬は7番人気の評価だったものの、当年のジャン・ロマネ賞勝ち馬で1番人気のアルピンローズ、当年のナッソーステークス勝ち馬で、その後ブリーダーズカップフィリー&ベアターフを制す2番人気の密偵といった強豪馬らを相手に勝利し、G1 競走初勝利を挙げた。次走は、ブリーダーズカップフィリー&メアターフへの出走が視野に入れられていたが、出走には追加登録料が課せられるため、オペラ賞を制したことにより優先出走権を獲得したエリザベス女王杯に出走することとなった。同レースの出走馬では、史上初の海外 G1 馬となる。11月5日に単独来日し、検疫はレースが京都競馬場で施行されることもあり、競馬学校ではなくミキホースランドパークで受けた。迎えた11月15日のエリザベス女王杯では、鞍上に短期免許を取得中のクリストフ・ルメールを迎え、3番人気に支持された。レースでは後続に大差をつけて先行したクイーンスプマンテテームプリキュアを捉えることはできなかったが、ブエナビスタラと共に追い込み4着となった。なお同日に選出馬となっていた。ジャパンカップへの招待を受諾したことが発表されたが、その2日後に来年も現役を続行することになったので休養するとの理由で招待自体を発表した。5月2日のガネー賞から始動したが、カットラスベイの2着に敗れた。続く6月16日のプリンス・オブ・ウェールズ・ステークスでは8着、8月22日のジャン・ロマネ賞では7着と惨敗続きだった。その後カナダに遠征し、10月16日の E.P. テラーステークスでは3着に入選した。そのレースを最後に引退し、繁殖品売りする。ありがとうございます。